みんなお尻垂れてない？大丈夫、中年の私たちでも必ずヒップは上げられます。この前に出したものが四つん這いの形になってヒップアップするエクササイズでした。それとっても効果が高いんですが、手首が痛くなってしまう、もしくはもうすでに痛いという方は今日の動画をやってください。全部寝たまま床で完結できるヒップアップです。 OK？ じゃあまずは、ヒップのアップの効果を上げるために股関節前を伸ばしていきます。ではちょっと今ね、寝そべってください。で寝そべって、でちょっとね、こう腰が反らない状態にして、なんでお尻をちょっとこう前にキュッて出していくね。でそれで後ろの足を手でこうやってね、上の足を持ちます。そしてこうやって後ろにちょっと引っ張る。伸ばしたいのは股関節前と太もも前って感じ。股関節前を伸ばしたいんですね。OK？ でこれ少し反っちゃうんじゃなくて、少しお尻を前にキュッと出す感じにしましょう。この股関節前を開くことによってね、ヒップの筋肉がすごく使いやすくなるのね。特に座ってる体勢が多い方はやりましょうね。はい、じゃあ OK？ じゃあ今度は反対側向くね。ちょっとごめんね、反対向くからね。はい、じゃあこっち向いて、お尻が反らないようにちょっとこっちに持っていってから、これを引っ張ります。太もも前、股関節前が伸ばされます。お膝がね、お膝がこうやってギュッて引っ張りすぎると痛いって方は、そこまで膝曲げなくて大丈夫、ね、膝に問題がない方は足をお尻の方に引っ張っていきます。でこれ骨盤が正面向いているように、床にこう倒れちゃわないようにしてください。OK。 はい、じゃあね、今度は、はい、仰向けになります。で背骨の柔軟性上げていきます。お膝を曲げて、膝の間に少し広げておくね。で手を横にやって、顎を軽く引いて首を後ろ伸ばします。良いですか？でも骨盤をまず自分の方にこう傾ける感じ。今年の手の動き見ててね、これ骨盤だとしたらこっちに傾ける、こっちに傾けると、その時もすでにね、ちょっとこう膣のあたりが締められる感覚がありますね。じゃあそこから順々にこう背骨を引き上げていきます。上まで上がったら背骨一個ずつ下ろしていきましょう。もうこの動きをやってる時点ですでにお尻使ってますから、お尻とかこの太ももの裏ねの筋肉使って、こうやってね、重力に逆らうようにしてお尻上げてきてるから、もうこれですでにヒップアップね。でもこの時に絶対に腰反らないようにしてね、どっちかというと腰丸めて降りていくね。あとじゃあ2回ちょっと上げてみようか。上げてね、下ろして、okay、もう一回上げましょう。上げて、じゃあその上がったところでちょっと止まります。いい？骨盤、お尻をね本当に使えるようにしたいから、骨盤をこっちに、なんでちょっとこうこっちにこういう感じにちょっと持ってきてもらえますか。なんでお尻をキュッと入れて、骨盤を自分の方に傾けるね。でそうするとお尻の穴の方がキュッと入る感じになる、ね、なのでこう上げようとして、こうお腹で上げちゃうとお尻入りにくくなっちゃうから、肋骨のこの下の方は少し下げて、でその分骨盤をこっちに傾ける。 OK？ これすごく大事、ね、でそうすると腰に負担がないけどすごくきついでしょ。なんで今触ってみるとお尻の後ろとか太ももね
のこのお尻と太ももの境のあたりがしっかり入っている感じになります。じゃあこれでまず10秒間ぎゅーっとスクイーズします。同時にウエストも小さくしながら10秒間いくね。1、2、3、足の裏しっかりついてるよ。5、6、7、8、9、10、首伸ばしといて、でお尻は落とさないけどちょっとお尻の筋肉緩めてあげます。 OK、 じゃあ今度はキュッキュッて上げて、上げるときにただ上に上げる、こうやって上げちゃうんじゃなくて、こっちこっちにこう傾ける感じで、この手の動きは骨盤の動き見せてるだけね。こうこういう感じでやっていきますね。はい、じゃあいきましょう。じゃあ10回こっちにスクイーズです。1、この時のお腹引っ込めて9入ってる、で緩める、okay? 2、9、はい、で緩める。腰に負担があったらちょっと下げて低めの位置でやる。3、4、5、6、7、8、9、10、okay、じゃああと1個、最後1個、このままキューってやったまま右のお尻をちょっと下げる、なんで骨盤が少しこう右に回転して傾く感じね。でそのままギュッと両方上げます。両方キュー入れた、左のお尻をちょっと下げてギュッと入れる、右のお尻下げて、わかるかなこれ、ギュッ、でその時も同じ骨盤ちょっとこっちですよね。左のお尻下げてギュッ、膝が開かないようにしといて、右のお尻下げてキュッ、きついよね、左のお尻下げてキュッ、お尻だけじゃなくて太もも裏もね、ハムストリングも一緒にやってます。右のお尻下げてキュッもう限界、頑張って、これ最後だから、じゃあ左のお尻下げてキュッ、はい、じゃあゆっくり背中、背骨を下ろしてきて、お膝を胸の方に抱えてください。ゆらゆらゆら、これをやってて腰が痛くなっちゃう人は、ね、腰にしっかりお尻、腰がちょっとこう反り腰になったり、お腹の方に力がしっかり入っていないっていう場合があるので、お尻をね、高く上げないよ、上げすぎないようにちょっと気をつけてください。腰を反らないように気をつけてね、必ず。 OK、 じゃあ足だらだらだら、手足だらだらね、でもお尻ってね、本当作るものだから、できるから、あげられるから、諦めずに一緒にやってみて。私もすごい扁平尻にね、ずっと悩んでいたんだけど、あ、ストレッチします。なんで右の足首を、ね、くるぶし上を左の足の下に置いて、もうこれで十分だったら足を置いていいんだけど、できる人はこうね、自分の足の方に左足引き寄せて、このお尻の筋肉、奥の筋肉伸ばしてあげます。そう、私もなんかね、こうお尻がね垂れててぺったんこ、それずっと悩みだったんですけど、お尻作れますだから頑張ろう、みんな。ちょっとね、上がってくるまではちょっとの間、しばらく何日かね、1週間とか2週間は毎日ちょっと一緒にやっていただく感じで、一回上がってきたらそんな毎日上がらやらなくてもいいけど、ほっとくとやっぱり重力で垂れるからね忘れないようにやっていきましょう。お尻をね鍛えておくとね、歩くのもね、歩き方も変わるからね、足交代するね、歩くだけでもすごくね、こうシェイプアップ、あれシェイプアップって言うんだっけになるのよね。すごい綺麗な歩き方、体をうまく使える歩き方ができるようになるから、歩くのがすごくいい運動になります。でもそのためにはね、ちゃんとお尻を使えるようにしとかなきゃいけないんだよね。ペタペタ歩くようになったはダメですよ。
お家にいるとさ、スリッパとか履いてペタペタ歩くでしょ、足引きずるようにとか座る体勢が多かったりとか、それね、お尻垂れる原因ですからね。 OK、 はーい、 OK、 じゃあ今日はこれでお尻編、寝たまま編おしまいです。もしよかったらチャンネル登録と、評価の方もよろしくお願いします。リクエストとかあったらまたコメントの方によろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バルセロナより愛を込めて。